ネイサン・アラン・カーンズは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ベナン、五軍・フランクリン出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウ MLB のボルチモア・オリオールズ参加所属。MLB での登録名は、ネイト・カーンズであり、日本メディアでも、ネイトと表記されることが多い。2006年の MLB ドラフト従順目で、ヒューストン・アストロズから指名されたが、入団せずに、 テキサス工科大学へ進学した。2009年の MLB ドラフト12巡目でワシントンナショナルズから指名され8月17日に契約した。2012年は A 級ヘイガーズタウンサンズで11試合に登板し3勝0敗 A 級ポトマックナショナルズで13試合に登板し8勝4敗を記録しこの年の ナショナルズマイナーリーグピッチャーオブザイヤーに選出された。オフの11月20日に40人枠入りを果たした。2013年5月28日にメジャー初昇格を果たし、同日のボルチモアオリオールズ戦に先発してメジャーデビュー。4.1回を3失点で降板し、勝敗はつかず。 6月2日のアトランタブレーブス戦で4.2回を投げ4失点を喫し、チームは3対6で敗れ初黒星となった。6月12日、AQ a ハリスバーグセネターズに降格した。この年は3試合に先発登板し、防御率7.50だった。2014年2月13日に、ホセロバトン、フェリペ・リベロ、ドリューベッテルソンとのトレードで、タンパベーレーズへ移籍した。 この年も、登板機会には恵まれず、2試合に先発登板しただけだった。しかし、防御率4.50、脱三振率9.8という成績を記録するなど、成長の後を見せた。2015年は、安定して登板機会を与えられ、先発ローテーションの一角として27試合に登板した。 防御率3.677勝5敗という自己ベストの成績を記録し、147.0イニングで145個の三振を奪って、8.9という高い脱三振率をマークするなど、大ブレイクした。また、7月21日のフィラデルフィアフィリーズ戦では、メジャー初安打及びこの試合唯一の得点となる、ソロ本塁打を放ち、投げては5回無失点で、勝利投手となった。 2015年11月5日に、ブラッド・ミラー、ローガン・モリソン、ダニー・ファーカーとのトレードで、C.J. リーフェンハウザー、ブユーグ・パウエルと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。2016年は先発ローテーションとして期待されたが、リリーフに配置転換された。しかし、7月下旬に腰痛を訴えると、7月29日を最後に先線離脱し、残りシーズンを全休した。 結局、22試合の当番に終わり、そのうち15試合は先発だった。6勝2敗1セーブと2シーズン連続で勝ち越したが、防御率5.15、ホイップ1.48が示すように投球内容は、いまいちだった。しかし、持ち前の三振能力によって94.1イニングで101、脱三振をマークし、 二年ぶりに脱三振率9.0以上となる9.6を記録した。2017年1月6日に、ジャロットダイソンとのトレードで、カンザスシテロイアルズへ移籍した。この年は9試合に登板して2勝2敗、防御率4.17、51脱三振を記録した。2018年は、肘の炎症で全球した。オフの10月31日に、FA となった。 2019年2月7日にオリオールズと1年80万ドルの契約を結んだ。7月26日にディーフとなり、8月2日にマイナー契約で参加の AAA 級のフホークタイズへ配属された。ありがとうございます。